日本のサービス業芸能プロダクション365株式会社365は東京都港区に本社を置く日本の芸能プロダクション。同社代表取締役木村秀夫が音楽プロダクションから映画制作をメインに行っていた角川春樹事務所を経て1987年に俳優陣内隆則のマネジメント業務を行うために 設立したプロダクション株式会社アップデートの流れを受け継ぐ。1975年から1980年代、後期までにマネジメント業務及び音楽制作に関わった実演家はリリーバイ、バイセッションバンド、桑名正宏、南正人、坂本隆一、伊藤銀次、井上明、佐藤博薬師丸博子、原田智代など多数に及ぶ。 アップデート及び365がマネジメントした実演家には、陣内孝則の他に、中島敦、子、河井賀門、他にシンガーソングライター、a o r 系シンガーの陣内大蔵、小島長吉、日本人俳優として、中国で絶大な人気を誇る矢野孝治などがいる。現在は、ニューヨーク出身の音楽プロデューサー兼ミュージシャンの日の、ケ剣次及びアップデート時代から、信仰のある、 音楽アーティスト陣内泰造の業務サポートを行っている。日野健治オフィシャルウェブサイト &Facebook、陣内泰造オフィシャルウェブサイト &Facebook、ありがとうございます。